桜の開花が相次いで発表される時期になりました。満開前のピンク色の桜並木を歩くと息を呑むような美しさに圧倒されます。そんな時ふと桜の木の下を見るとまだ散る前の花弁がついたままの花がそっくり丸ごと落ちているのを見かけることがあります。実はこの桜の花落とし、風でも虫でもない犯人がいるそうです。桜の花を丸ごと落としているのは多くはスズメです。スズメが花ごと食いちぎって花の付け根に入っている蜜を吸っているのです。花の中にくちばしを入れるわけではないので、花粉をくちばしなどにつけて受粉を媒介することもありません。この行動はただ蜜を吸うだけなので糖蜜と言われています。花ごと食いちぎって蜜を吸ったらポイというのは桜の花には気の毒ですが、花をくわえているスズメの姿はとっても愛らしいですね。またスズメが花落としをしてもたくさん花が咲く一本の木からわずか十数輪だけなので、桜の木にダメージはないそうとの調査結果もあるようです。桜を見上げる時には花だけでなくスズメにも注目してみてはいかがでしょうか。トランペットを吹くように花をくわえる愛らしいスズメを見ることができるかもしれません。